同性婚あるいは差別解消法実現はしないということですか、するんですか。同性婚、夫婦別氏制度、それから LGBT 理解促進法につきましては、それぞれ政府与党としての対応はそれぞれの状況に応じて議論を深めていく。